どうもどうでショートゾーン部のエダッチです。りょうくんです。網戸の張り替えをやりたいやりたいと思います。これです。ずいぶん年季が入ってるね。これです、うん、もう何回この先月も6名、うん、あの家フルですから、うん、もう張り替えましょう。さっと登山と関係ないんじゃないかなと、うん、思いませんか。思うね。蚊いっぱい入って帰ってくる。入ってくる。蚊にいっぱい刺される。刺される刺される。変な病気になる。なる。父さんも解散ってな。すげーな。全部100円ショップで揃います。まずこちら、これ網ですね。虫の侵入を防ぐ。100均にしたらね、これなかなかやるね。このゴムで網と止めるらしいです。これローラー、うん、これですね。まあここの面であの枠をしっかりこうゴムもしっかりしっかりこう入れ込んで入れ込むですね、はい、まずは古い網戸を取っていきます。この角をさっきゴムですね。ゴムをね。あ、なかなかね固着してるから、なかなかこれ古いやつですね。よし、取れました。これを外していきます。これで止まってるんですね、うん、網戸がね。そう、いや知らないと思いますよ、一般の方は。そうですね、変えないとまあわからないかもしれないね。はい、これで古い網は取り終わりました。はい、それでは今度は網の方を貼っていきます。取りになるときは挟んで、あ、丸まってる方下ですね。そうです。それかませると、そう、かませると押さえてもらわなくてよくなるんで。はあ、なるほどね。押さえゴムの方はめていくと、はめていくと、この字にまずこちらを余らして入れます。角を入れるんですね。そう、角から。まあコツとしては伸ばした状態で、はいはい、伸ばしながら入れていくと、張った状態で常にこうゴムにテンションかけた状態で、そうですね、やっていくと。そう、伸ばした状態の方が後でこうグッと締まりますから、伸ばして入れていく。張った方の反対側はなるべくこう網戸を引っ張ってやると、こちらの面がしっかり張る状態になるんで、まあこれだけはしっかりこっちを張りながら伸ばしながら、もう網を張りながらゴムを引っ張りながら、入れていくわけですね。そうですね、職人技だな、これはもう。一周しましたね。一周したんでここで切ります。ハサミで切っていくと、はい、順調に切っております。うん、完成でございます。よし、綺麗にできましたね。綺麗できたでしょ、うん、まあ時間もね、うん、10分ぐらいで、まあ皆さんもね、これね、業者に頼まれるのも別にいいんですけど、まあとりあえず自分で、うん、あの100均で道具も揃うんで、これやってみてもね、子供、お子さんがいらっしゃる方はね、そうそうそう、これ一緒にやっても、うん、いいんじゃないですか。僕はね、娘とこの前やったから、うん、やっぱり2人で一緒のことをするっていうのはね、これはね、子供の教育にとってもいいことですからね。親子の絆もね、深まると思いますね。ああ、いいことだらけだ。はい、この動画を見ていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。